はい、おはようございます。朝から珍しくね、オス猫が下に、ね、マロンちゃんに、ね、チャチャ君にロシアンちゃんがいるかな、それでモバちゃんが下にいてます、ね、ロシアンちゃん覚えたかな。でマロンちゃんこんなにでかい、でかいねお前ね。はい、めちゃ、はい、これでママも、あ、ママちょっとずれたね、掃除でちょっとずれたかな。ここに寝てます、はい、ララちゃんはうんこ中かな、はい、スジちゃん、あ、スジちゃんちょっとあれしておきましょうか、はい、スジちゃん、まあちょっと何日か話してまた入れようかなと思ったら、一旦おばちゃんと喧嘩せんかな思ったらね、あ、せんかな。それでね、昨日この子ね、誰が言うてはったようにね、段ボール置いて、ここに寝てんかな、今ここでね、行きます。この子ね、タヌキみたいな子ね、こんな子です。それで、まあ、ご対面したという。まあ、誰がね、言うてはったように、親子か言うような感じやねんけどね、まあ、見えにくいね。とね、まあ、もともとね、2年前にこの子が多分おったり、知り合いのが言うてた話では、シャム猫がいてるというのを2年か1年前に聞いたんですよ。確か2年目やったもんですよ。それで、ああ、そんな猫おんや思うけど、僕のとこもね、保護できなかったから、何もね、息もせんかってんけど、それで、まあ、ちょっと落ち着いて、この前ね、西口、いてなかったからちょっと覗きに行こうか思ったら、シャム猫がね、この子らがおって、まあこれで そのね、いわくシャム猫が確認した3匹言うてたんですよ。もともと1匹やったからね。これで、ほんまのシャム猫に近い顔を言うたらこの子やもんですよ。この子ら薄いからね、もう1匹もちょっと薄いんですよ。これでまだちょっと子供っぽい子でね、これでその子供と一緒にいてる子がもう一匹捕まえようかな思ってる、一匹いてる子がそのオス親やのね、お父さんやろね、白と黒に半分に分かれた顔の子がおるけど、その子がお父さんやもんやけど、その子とべったりねいてるんですよ。だから、まあ心配するほどでもないんやけどね、まだお父さんとべったりやから、もう一人の子供は。だからこの子はね、また昨日のあれでメスかも確認できてないけど、まあちょっとチラッと見た時にはメスかなというような感じで、まあ体的にもねメスっぽいから、この子。それでポンさん勝手にね、これがお母さんや思ってるんだけど、シャム猫って言うたらこんな感じだったからね。これちょっと大きい方がね、この子が母親でこの子が子供かなと思ってるような感じです、ね、この子が一番シャム猫に近いからね。まあ、その子曰くもうちょっと大きかったみたいなこと言うけど、まあ、動画やからね、ちっちゃく見えたのかもわからんけど、だけど、そこでサム猫みたいな何匹おった言うたら3匹言うからね、3匹しかいてないんですよ、ね、だからその子はね、チンチラみたいな子おるけど、この子チンチラじゃないしね、毛長ないからね、うん、まあ、そんな感じでね、まだメスかね、先生も昨日忘れとってるね、記入忘れとって、ほんで忙しかったからね、まあ、のびちゃんのね、結果だけ聞いてね、あれするのにね、ちょっと時間がね、あ、この餌やっぱりね、この餌がやっぱり好きなんだかな、ちっちゃいのね、うん、よしとね、高い餌を用意してますね、やっぱりね、すずちゃんもね、こんな感じで、はい、虎吉、まあだからね、あの子は母親かなみたいな感じで思っててください。顔はってかなりちゃうけどね、これちょっとうっすら黒いからね、この子もシャム入ってんかな系やから、この子はおそらくシャムやから、タヌキがおらしね、まだ分からへんけどね、こんな感じです。誰や、これでこれ今はミココちゃんも入れてます。ここミココちゃん、ちゃちゃ、ナナちゃんね、ナナちゃん、それで昨日ね100均でこの絨毯買うてきたんですよ。まあ次亜塩素酸の感じでバルボウイルス対策でね、ここにねちょっとあれスリッパね履き替えてもらうのにね、買うてきたんですよ。
っぱりねここに持ち込んだらあれかな思って履き替える癖と、それでここにねこの対策ショーもで この段差やったらねあのミミちゃんがよう出ていくんですよ。だからこうちょっと高めのねなんか網かなんかをもうちょっとしようかなと思って、昨日あれミミちゃんはまたこっちに出とったからね、いずれしまいにシャッター開けた時に出て行ってまうんちゃうかな思って、ね、まあ帰ってくるとは思うけどねこの子よう出ていこうとするんですよ。まあだからちょっとねあの対策をね考えなければなと。はい、はい、に行く行く、これ誰や、誰や、マリンちゃんじゃないね、サブコロちゃんもミッちゃんもサブコロちゃんってこれね、やっぱり見てないね、はい、シャーコちゃん、あ、シャーコちゃんね、いつもおこんね、これ。はい、チャチャクもここはな、はい、チャチャクも、はい、セイ君、セイ君はね、あ、ヘイ君はね、セイ君とよう似てるからね、ぽっちゃりと体型もええ感じでね、この子も可愛いね。ほんでね、まあね、昨日マリエフさんからね、セイ君のね、あの、今のね、あの、状況というか動画をね、送ってきてくれたんでね、最後にね、ちょっと貼り付けさせてもらおうかな、ほんでね。ほんでね、あの、なんかこたつもね、までね、買ってもらってるという、幸せなヘイ君ですよ、ほんまに。ね、家も綺麗にね、猫の部屋、こんなところにクラフなのが綺麗にね、猫部屋作ってはってね、幸せを思います、せい、平君は。な、この子も怒るけどね、よ、ちょびちゃんね。ちょびちゃん言うけど、これメスやからね。はい、サビちゃん。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 アメちゃんとかやね、今日は。まあ今日はね、ミコ、あの、猫ワギさんが来るいうことでね、ミココちゃんもね、楽しみは思いますわ。ね。はい、クラワちゃん。まあこの子かってね、ええ話来てるんでね、まあまたね、決まり次第ね、発表させてもらいます。はい。ね、ミココちゃんもね、ナナちゃんもね、ええ話来てるんでね、また決まり次第ね、お伝えさせてもらいます。まあ、うちのね、あのクラブの子がどの子かわからんけど、まあ、おそらく子猫やいうてだからね、どの子やろな。はい。この子怒るからね、結構しつこやったら、結構短気なんですよ。噛んでくるし。ね、はい、いっちゃん。うん。犬やね、ほんまに。はい。シャークもなごんの。シャークもなごん。シャークおいで。うん。もう全然ね、変わったと思います。あ、ちょっとパンチしてる。珍しい。ね、はい、ララちゃん。はい、マロンちゃん。これね。レイちゃんはそこだね。レイちゃん。ポポちゃんはどこだったの？おばちゃんはどこだね。あ、ロシアの女の子も。ね、ロシアンちゃん。ね、はい、おばちゃん。あ、ポポちゃんの方がいいね。こんな感じかな、うん、ね、はい、ちゃんと、れいちゃんね、まあ、ママも今日ちょっとね、半日また出とき、まあ、おしっこよう出とるからね。あ、はい、こんな感じです。はい、なっちゃん、なっちゃん、まあね、いろいろね、この後もね、いろいろや、ね、猫部屋の、ね、改造もここではやりたいんやけど、ね、早くとね、隣が決まってほしいんやけどね、隣が決まったらね、いろんなことをアイデア出しますよ、ポンさん。こんなんで終わらへんからね、見ててくださいよ。決まったらほんまにすごい猫部屋作るから、自作でね、うん、ね、猫、回るやつも、あれじゃなくて、もっと大きいのね、まあ、もう出てはったけどね、YouTube でも出てたけどね、まあ、ちょっと自作いうのにね、こだわってね、作ります。ね、売ってるやつただ買ってやるだけじゃおもろないからね、やっぱり自作にこだわってるとかあるからね、うん、すぐ真似されるでしょ、売ってるやつやったら。ね、やっぱりね、面白い道具を自作で作ったらね、やっぱり面白いかな、思ってね。うん、人のしてないことをせんとね、
とポンさん常に思ってるから、だからね、あのもっとここはねこんなんじゃ終わらさんっていうアイデアものすごくあったらね、まあ見ててください。あの、新しいね、あの猫部屋できたらね、徐々にね、あのやっていくんでね、まあ、そういうことでね、ありがとうございます。はい。